クラウス・ルーテは、ドイツのカーデザイナーである。NSU ロー80を代表に、多くの BMW やアウディの車を担当した。ルーテは、デザイン部門から、エンジニアリング部門にデザインを電子フォーマットで、受け渡すというデジタル手法を採用した、最初のデザイナーの一人である。1932年ブッパータールで経験な、カトリック教徒一家の5人兄弟の次男として生まれた。 彼の父は、ルーテが12歳の時に、東部戦線で死亡した。彼は、元来は建築家の兄と同じ道を歩みたかったが、1948年から1954年まで、ビュルツブルグのカロッセリーフォルで、車両製造の実務収集生として働いた。ここで彼は、バス製造への提案に取り組んだ。実務収集生としての期間が終了すると、ルーテは、 ドイツフィアット AG に就職した。ここで彼は他の様々な仕事の合間に現地仕様の500のフロントデザインの仕事を担当した。しかしすぐに NSU に再就職し、ここで会社のデザイン部門を発展させる役割を果たした。NSU でのルーテの最初の作品は2世代目の NSU プリンツ4と NSU バンケルスパイダーだった。プリンツは 同時代の絞れコルベアとはっきり似ていた。このプリンツのオリジナルデザインは BMW が1959年に非常に似たデザインの新しい BMW700 を発表した時にすでに完成していた。NSU 幹部はデザインの変更を決定しアメリカから帰国したばかりの NSU 経営幹部にコルベアのデザインを説明されたルーテはいくつかの要素を プリンツのバスタブデザインに取り入れた。ドイツ経済の成長とともに、NSU は成長する、ミドルクラスの市場に大きな車で参入することに、興味を持っていた。1962年、NSU の社長ゲルト・シュティーラー・フォン・ハイデカンプは、自社の革新的な新しいバンケルエンジン技術を、搭載した、前輪駆動の中型セダンの開発を承認した。 ネバルトプラクスルが白紙の状態から当初車重 800kg、バリーキ 80HP と目されていた車の開発のチーフエンジニアに任命された。ルーテはバルター・フレーデとゲオルク・ユングブルトのエンジニアリングチームと協調してフェリックス・バンケルにより生み出されたコンパクトなバンケルエンジンを利用した車のデザイン担当に任命された。 エンジニアリングチームが4輪独立喧嘩、セミオートマチックトランスミッションやバネ下荷重を軽減するためのリアのインボード、ディスクブレーキ等の革新的な技術を盛り込む一方で、ルーテは大きなグラスハウスを持ったクリーンなくさび型の車体をデザインした。ロー80は今でも、なお自動車デザインのマイルストーンとなっている。デザインがほぼ確定されるまで、 風洞実験が行われなかったにもかかわらず、当時としては特筆すべきほど低い空気抵抗値0.35しかなかったのである。最終量産モデルでは、この値はさらに0.34まで下がった。一連の風洞実験の後もボディ外観は一切変更されなかった。しかしながら、我々はエンジンルーム内を通る空気の流れと射出内の空気の排出口に関しては、 新しい改善点を見出した。排出口はトランクの後端に移動させることもできたが、改善されるのはそこそこだし、それにかかる費用もバカにならないので C ピラーに残された。1967年に新しいロー80がフランクフルトモーターショーで披露された時、この型破りな設計デザインは一般受けはしなかった。しかしながら、 販売は徐々に改善していき1969年春には生産量が日産590台まで増えていたにもかかわらず納車待ちの顧客の名前がリストに連なっていた。不運なことに革新的なバンケルエンジンに発生した初期生産エンジンにおけるローターシールの著しい摩耗による損傷は NSU に財政的な危機をもたらした。 1977年の最終的な生産終了までに37,204台のロー80が生産された。しかしこの時にはすでに会社自体はフォルクスワーゲン産加のアウディの一部分となっていた。K70 はもともとルーテの手によってプリンツとロー80の隙間を埋めるモデル NSUK70 として生み出されたが、 フォルクスワーゲンの NSU 買収の結果ルーテのオリジナルデザインに変更を加えてフォルクスワーゲン K70 として1971年に大幅に遅れて市場に出た。フォルクスワーゲンの NSU 買収の後は1971年から1976年までアウディで働き続けた。アウディにおける彼の最初のプロジェクトは アウディ50で、初代のフォルクスワーゲンポロはこれを元にしていた。端正なサンドアハッチバックのデザインと同様に、インテリアデザインも完成させた。このダッシュボードのデザインのコンセプトは、ロー80の試作者で提案したものの、NSU 幹部には却下されたものに告示していた。ほぼ最終段階で、ベルトーネがデザインに関与したが、変更されたのはわずかに側面の髪型に曲げられた。 クロームの飾りくらいだった。アウディ50は、フォルクスワーゲンゴルフのデビューのわずか3ヶ月後の1974年8月に、導入された。その後、彼は2世代目アウディ100の内装をデザインし、2代目アウディ80用の初期提案を作成した。しかしながらその後デザインは、手が入れられ、ルーテがアウディを去った後ジョルジェット・ジュージアーロにより、完成された。 1976年、ポール・ブラックの後を継いで、BMW のチーフデザイナーに就任し、BMW のスタイリングをより創造的で、スタイリッシュな方向へと変え始めた。この当時 BMW は、e、E21-3 シリーズから E23-7 シリーズまで、フルラインの製品を取り揃えていたが、それらすべては、ブラックの指導の下で、比較的保守的なデザインばかりだった。 それから100万ドルの予算で E12-5 シリーズのフェースリフトの仕事を受け持った。E12 の客室構造部を再利用することでフロントマスクとリアマスクと内装を新たにしつつもコスト禁縮の問題を解決した。新しい前輪と後輪サスペンションや空調コントロールのような重大な技術開発の成果も取り入れられ、結局は新しいモデル E28 の 開発プロジェクトのコストは400万ドルに達した。しかしながら、BMW 幹部は E21 の改良はコスト的に価値あるものであると満足した。次のプライオリティは E213 シリーズの後継者の開発だった。モデル拡充をアピールするために4ドアバージョンが追加された。ルーテは後継モデルの E30 ではより大きな5シリーズと、 区別するため低く構えたフロントと見慣れた四つ目の丸いライトは踏襲した。その一方で E28 のような滑らかな外形を作り上げた。E30 導入後、BMW 社長のヘルベルト・クバントはデザインチームに当時のヨーロッパの高級車のベンチマークだったメルセデス・ベンツ w 二十六より良い車をデザインする目標を課した。w 二十六は ブルーのサッコにより描かれた非常に保守的なデザインだったが、ルーテはそれより、はるかに革新的なアプローチをした。かっこよく、流線型で、くさび型のボディは、ある点では、流行を作ったロー80を思い起こさせたし、通常とは異なった、L 字型のテールランプなど、新しい E32 は W126 に対する、極度のアンチテーゼであった。 ルーテの懸念にもかかわらず、BMW の経営陣は熱意を持って、デザインを承認した。それから、e、E36-3 シリーズの監修をした。1989年の E31-8 シリーズ、3代目の E34-5 シリーズの監修をしつつ1990年までに、彼は、BMW のデザイン部門のトップに任じられた。 ルーテは結婚し4人の子供を授かった。1990年の、正金曜日に、慢性的な薬物中毒だった33歳の、末息子のウルリッヒを抗論の末に視察した件で、告発された後で、BMW のポストを去り、偶発的な拖殺罪で33ヶ月の禁固刑を、宣告されたが、刑期満了を迎える前に釈放された。 その後 BMW の外部コンサルタントとして働いた。ありがとうございます。